いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ奉り候。制限時間50分の戦開始じゃ。チキン柔らかし。ジンギスくん、うまい。カンガルーとやらはいかに。武士ではないか。また来たのか。宇田川を見守る我に再び力を求めておるのか。そうじゃ、牛よ。拙者は力が欲しい。暑い日でも甲冑でいられるほどの力が欲しいのじゃ。強くなりたくば、くらえ。新たなチャレンジメニューがある。50分以内に見事完食してみせよ。勝手に承知の助。あまたの肉を喰らい、精をつけさせてもらうわ。やっちゃえ、牛さーん。相も変わらずの盛況さ。さすがはロッチ。以前は完食することができたが、果たして新チャレンジメニューとは。これじゃな。牛だけでなく、鳥や子羊、カンガルーも入っておるのか。ん？待てよ、カンガルーとは何じゃ。頼む。はい、お願いします。これじゃ、これを頼む。こちらで。はい、かしこまりました。少々お待ちください。失礼します。うん、気合い十分じゃ。いつ見ても肉塊は良い。生では食わんにしても、生の段階でうまそうというのが不思議よな。はい、良い匂いじゃ。焼けておる。確実に焼けておるわ。ギザギザの鉄板だからこそのこの焼き印。これもまたうまそうに見えるものよ。そろそろ来る気配じゃな。ロッジ特製の薄い甲冑か。絵も描かれておるのか。シャレも聞いておるわ。よーし、食うぞ。そして、来た。虎が喜びそうな焼き加減じゃな。まあ虎が焼いてる肉食ってるところ見たことないけど。この音が心躍るわ。あれ、カンガルーはどれじゃったんじゃろうか。リッチステーキ、こちらがジューシーステーキ、こちらがハラミステーキ、こちらが肉牛ステーキ、こちらがジンギスカンス、あ、ごめんなさい、カンガルーステーキ、ジンギスカンステーキ、チキンステーキです。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。制限時間50分の戦開始じゃ。チキン柔らかし。身を柔らかく、皮はパリッと、うまい。ジンギスくん、ラム肉じゃな。うまい。
独特の歯ごたえ、臭みはないものの肉の良き匂いを感じる。ダーリン、うまいっちゃって感じじゃの。なぜかそんな感想が浮かんだわ。カンガルーとやらはいかに。食べ応えが強いの。柔らかさはあるが噛み応えもある。ミスジ、柔らかい。肉の甘みも感じる部位じゃな。うまい。ハラミ、やはりハラミはうまいの。柔らかさもそうじゃが、親しんだ味わいじゃな。ジューシーステーキ、確かにジューシー。肉の旨味がしっかりとしておる。リッチステーキ、ついてるの。行ってしまえ。これは王道なステーキといった感じじゃな。肉の柔らかさ、旨味、食べ応え、それぞれがちょうど良いな。ロッジガーリックソース、肉と見せかけて野菜にかける。やっぱ肉にもかけよう。以前にも食したが、ニンニクの香りと味わいがしっかりしていてうまいの。バーリーライス、うまし。焼き野菜もたっぷり敷いてあって助かる。肉本来の味は堪能したからの。ソースや調味料を使っていこうぞ。燻製塩コショウ、かぐわしい。ただの塩コショウではなく香りが良いな。一つの調味料でどんどん進む。肉を美味しく食べるのに調味料の組み合わせは肝要よ。わさび、わさび醤油はもはや鉄板。よし、牛を食らうのになくてはならない代物よ。間違いなくうまい。てーん、ときたわ。すかさずバーリー。白米に大麦を混ぜ合わせたバーリーライス、食感が良いだけでなくミネラルなるものも豊富。ありがたし。
熱々の鉄板を追加でいただけるものの、やはり冷め切る前には食したいところ。リッチステーキ、ジューシーステーキ、ハラミ、ミスジ、この鉄板から完食していこうぞ。塩、特に岩塩がほんのり甘みもあり、素朴ながらうまい。肉にも相性抜群じゃしな。ミルで潰した粗挽き胡椒は香り高いのが良い。以前にも経験しているからの、ここら辺はお手の物よ。キラ、ベジファーストを自分に推奨しておる拙者じゃが、こたびばかりは肉からいったよね。これだけの肉を前にして肉からいかないのはむしろ失礼というものを。特製ソースで一気食いじゃ。特製のロッジソースをガンガンにかけるのもおすすめじゃな。何せ肉に合うように作られておるでの、うまいに決まっておろうて。甘みとまろやかさを合わせ持ったソースは全くくどくなく飽きがこない。であればこそガンガンに使っていきたいというもの。まだこの鉄板も食べ終わってないというのに、先に飯がなくなる予感しかせんの。早くもちと寂しいものよの。さあ、味変味変。わさび醤油は抜群に合うと言ったが、実はわさびだけというのもおすすめであったりする。わさびだけの方がより風味を感じるのもそうじゃが、わさびの爽やかな甘みを感じることができるのじゃ。この甘みがまた牛を食べるのに適しておる。興味があればぜひ試されよ。やはり飯が先に行っちまうのこりゃ。肉食うか、なんてな。よし、まずは鉄板一の字に完食じゃな。
野菜に特製ソースは外せんな。これが一番合う気がするの。久方ぶりに鶏に帰ってくるとうまいの。まだ柔らかいのも助かる。助かる新井。というか制限時間あるのよな。肉に集中しすぎて時を忘れておった。残り20分切っておるではないか。とうに半分過ぎておったとは。ちっと急ぐかの。ちっとだけね。よもや飯は節約して持たせてる印象しかないの。飯よさらば。ふわー悲しいの寂しいの。米がいったわ。ここに来てジンギスカンとカンガルーなるものの食べ応えが凄まじい。だいぶ咀嚼してきたからの顎が飛びそうじゃ。しかしまだじゃ。まだいける。拙者はもはや虎と化した。虎のように食らう。虎は何故強いと思う。もともと強いからよ。先に行ってしまった飯の代わりに焼き野菜を行く感じじゃな。これもまたまんべんなく食べれてよし。よしとしよう。チキンは可愛いの。食べやすさに驚くわ。この組み合わせで比べるものでもないがの。さて、こたびも好きなものを最後まで取っておいているでの。ラムが好きなことがバレてしもうたかの。ありがとう、ありがとう。完食じゃ。精がついたわ。恒例の肉汁チェックじゃ。飛んでるようで飛んでないの。あとこの肉汁チェックは需要ないかもしれんの。ありがとうございました。ありがとうございました。武士よ、どうやらチャレンジ成功したようだな。うむ、おかげで丹田に力がみなぎったわ。
それはよきかな。力を欲するときはまた訪れるがよい。宇田川で待っているぞ。ふっ、世話になるのを牛よ。武士と牛、何やら主には近いものを感じるでの。牛よ、また会おうぞ。はっはっは。